そ3000キロ移動します。移動が始まる5月、エバリンとデリックはこの日俺の追跡を始めます。次々に生じています。ここ10年で75匹からなる大きな群れがいます。群れのリーダーのメスハイエナ、カバ、バカバは縄張り意識が強く攻撃的になってヌーを襲うこともあるんです。ハイエがヌーたちの到着を待ちわびています。私はどのワニが昔からこの川にいるのか見分けることができます。顎が変形していたり、歯の一部が欠けていたり、皮膚や顔に傷跡が残っていたりするからです。ナイルワニはアフリカ最大級の爬虫類、体長6メートル。カバ、長年の経験からヌーたちがどこで川を渡るかよく知っています。小型の動物が川を渡っていきます。近づくにつれペースを上げていきます。早く対岸にたどり着きたいという本能に駆り立てられるように、振動を感じ取ることができます。土手に到着したヌーたち、
中に危険が潜んでいる。